はい、じゃあ今からロット渡します、はい、そうなんだ、うん、ねえ、維持費がかかって困る、うちはそうだ、うん、あるとどう外壁きれいにしたからね、ハイスメーソンっていうすごい、はい、なかなかガタガタだよ保険でできたんですよ、外壁そうなん、うん、あの雪降った時の、はいはい、うん、書類出して、はい、で通ってそれはよかったね、うん、で全部子供もそうやって直した、うん、それをなんていうかやってくれる人、業者なその人がね、いろいろ教えてくれてその人が申請してくれた、はい、みんな嫁さんの実家も嫁さんのお兄さんの土地も、はい、妹のとこもやった、あで、それで大場に書くから20万ぐらい残してほしい、冷蔵庫買ったりなんかするんで、うん、そういうふうにしてやりましたよ、うん、でうちが一番労災じゃないよ、生、共済、はい、あれ降りなかったんですよ、そうなんです、うん、共済はダメ、東電の共済、だからやめた、もう内側の方に入ったんだ、うん、東京もあまり良くないからね、うん、今セット上がった、4月から上がるって言ったんだっけ、なんだつあの地震とかあれで保険料が上がるんですって、あ、そうなん、うん、あだって多いじゃないですか、今地震がもう、そうだよね、うん、なんかテレビで言ってましたよ、あその前に私入ってるけど掛け捨てで、そうだって掛け捨てだよ、うん、前はね5年だったのかな、それで、はい、うん、満期になって降りるんだって、はい、まあ、そうだね、大体5年が多いんだよね、ね、今は掛け捨てだからね、掛け捨てだからね、年数は関係ない、うん、昔は年数だった。そうそう。うん、はい、じゃあ、はい、お台の方にどうぞ。